訃報、出光源氏、俳優。2017年8月8日。死因肺腺癌。引用スポニチアネックス。俳優の出光源さん死去、82歳、水戸黄門などに出演。TBS、水戸黄門、大岡越前、G メン、75、NHK 連続テレビ小説、南天など、数々のドラマや映画に出演した俳優の出光源、出光源さんが、8日午前8時43分、肺腺癌のため死去した。82歳。病気療養中だった。17日、所属事務所が発表した。葬儀・告別式は近親者で執り行った。映画『墓地の告白』の刑事課長役など、味のある脇役として活躍。特撮ファンには、テレビ東京、七重戦え神がいたある藤明が老子役としても知られた。